今日6月6日只見町で黒谷川、加納津川海洋復旧事業の合同安全祈願祭と起工式が行われました。昨年7月29、30日の豪雨で会津地方と新潟県は橋が流される、川が氾濫する、山が崩れるなど大きな災害に見舞われました。南会津町でも何十箇所も山が崩れ、道路が寸断し孤立するなど多くの被害がありました。只見町では床上床下浸水、そして家屋の土砂埋没など合わせて400棟以上が被害に遭いました。川も氾濫し、橋が落ちる、堤防が崩れる、道路が寸断されるなど大きく被災しました。この災害からようやく復旧工事が決定。今日6日。合同の安全祈願祭と起工式が執り行われました。おろがみ祭る様を大らけく安らけく。式典は黒谷川に架かる万歳橋付近で行われ、関係者が無事を祈り、工事が着工しました。はじめに神事が執り行われます。ご起立くださいませ。やり手は山野に降る雨、雪解けの水を集め、今に湧きずる水を合わせ流れ下り、その清き水は昔日より里里の人らのたつきの水とし、旗を潤し恵みの。国土交通省や福島県などから多くの関係者が出席しました。豪雨や起こり来たれる南川、加納津川にありては荒き水となり、山は崩れ、谷は土石流となりて駆け下り、水あふれて堤防、川岸を押しこぼち、地を壊し、田畑を水に沈め、幾多の橋を流し失い、家を押しつぶし、工事を安全に進め、締めたまい、日の守り、日の守りに大耳恵みをくがふらしめたまいと。谷染めの儀、福島県知事佐藤雄平様、本日は代理で副知事村田文夫様、お願いいたします。えいえいえい。国土交通省水管理国土保全局防災課長野田徹様、福島県議会議長斉藤健二様、只見町町長目黒義久様、はい、それではお願いいたします。関係者が玉串を捧げます。国土保全局防災課長野田徹様、はい、
ありがとうございました。係の者がお手元の瓦を。